こういうこのミシャみたいなスタイルのは何て言いますか。スタイル、うん、こういうこの絵を見たらもうすぐ気の利いた人だった あれですねって、これアールヌーボーって言うんですよ。アールヌーボー、アールヌーボー、フランス語で、まあ、新しい芸術っていう意味ですけれども、アールヌーボーっていうスタイルなんですよ。アールヌーボーのスタイルの特徴っていうのはどういうことかというと、これ見ても分かりまず平面的、ヨーロッパ あの油絵なんかに比べると平面的でしょ、はい、それから曲線的、うん、曲線がすごく多いよね、はい、それから装飾的、もう全体的にこう装飾になっているということですよね、はい、でこの絵にはあんまりないけれども、あと動植物文様、動植物の模様をすごく使うっていうのが、植物とか葉っぱとか花とか虫とか、はい、そういう模様を使うっていうのが特徴なのね。平面的、曲線的、装飾的、動植物文様、これそのまま全部日本美術の特徴でしょ。